キルヒツェルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク郡に、属する市場長。オーデンバルト内のバイエルン州、ヘッセン州、バーデンビュルテンベルク州の三州の宗教に位置する。キルヒツェルは、多くが森に覆われた、ミルテンベルク内で最も広い町で、ベルクを地質自然公園に属す。このブンテルサガンの地域からは、バルトバッハ川、ガーベルバッハ川、 ムート川といった小川が、マイン川に向かって流れ出している。この町の近くにある都市には、以下のものがある。アモールバッハ、エアバッハ、ミヒエルスタット、ミルテンベルク、ムーダウ、バルデュルン。この町は、公式には9つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。キルヒツェルは、1200年の歴史を持つ町である。 キルヒツェルは、その成立や名前を、アモール・バッハのベネディクト会修道院によっている。1168年に、アモール・バッハ修道院は、デュルン家の所領となり、キルヒ・バッハもそれに従った。この貴族家は、プロインシェンさんに、ビルデンベルク城を建設した。この城は、シュタウフェン時代の城塞建築の傑作であった。100年後に、デュルン家は、 その所領をマインツ大司教に売却した。1700年、キルヒツェラーグルンデの中心地として、キルヒツェルに市場開催権が与えられた。マインツ政府は1803年の帝国代表者会議主要決議によって、来人間公領となり、1806年にバーデン領、1810年にはヘッセンダルムシタットホーハク領となった。さらに、 1816年にフランクフルトで行われたヘッセン、バイエルン会談で、バイエルン領となった。市場長としてのキルヒツェルは、1975年の市町村再編の際に、バッターバッハ、オットルフスセル、プロインシェンおよび、デルンバッハ集落、ブライテンバッハ集落、シュラーミューレ集落および、ホーフミューレ集落が合併して大きな町となったもので、ある。 キルヒツェルの町議会は14議席からなる。この町の紋章には、町の名前にちなんだシンボルとして教会が描かれ、その両側に司教図へとマインツの輪が配されている。司教図へとマインツの輪はこの町がかつて、マインツ選定校並びに、アモールバッハ修道院に属していたことを示している。プロインシェン地区のバッターバッハーハウスには、森の博物館がある。 バッターバッハーハウスは、オーデンバルトで最も古い建築物の一つである。初代の建物は1475年頃に建てられ、元々はバッターバッハに建っていた。1982年に、プロインシェン地区に移築された。森の博物館の中には、オーデンバルトの森の歴史や、昔の森の利用法、カゴ作りやホップ栽培などの様子が展示されている。 ビルデンベルク上司、キルヒツェルには1891年に設立された合唱協会があり、4つの合唱団が所属している。ありがとうございます。